どうも、ゆうさです。はい、ファルス対スタンレー戦で、ファルスサイドの戦闘も参加できたので、まあ全勝を狙ってますので、こちらも行きたいと思います。センオラム勝てば、センオラムこっちは楽なんですよ。こちらはまあスタンレー軍をいじった時に、まあお話しした通り、明らかにこっちの方が、まあ、武力が高い状態なんですよ。ですのでこれね、4000対2500なんで、勝てて当たり前の試合になります。ですのでもうあまりこう言うこともないというか、突撃があれば十分かなっていう感じですね。多分ね、単純に押してるだけでも勝ててしまうレベルかなと思います。猛烈突撃来る。これをね、防御でしのぎ切りさえすれば、この突撃をしのぎ切りさえすれば、あとはもう向こうは突撃するしてくるしかないんで、数がねこんだけ差があると、モラルが一緒ぐらいだったとしてもこっちが押せるんですよね。モラルがほぼ今、まあもうほとんどこっちも少ないですけど、それでもまあやっぱり数の暴力が強くて、やっぱこっちが勝つんですよ。こうやって向こうはそんなに術がないと言いますか、こうなっちゃうんですよね。こうやってる間にも向こうは後列以外の人たちは全て防御しておられるので、少しずつですがダメージが入ってます。でモラル回復しましょうか。あとは向こうが全軍突撃してきたところをしてきましたね。ここを返すだけって感じですかね。ほぼ同時に突撃返してモラルを補充して、統率回復今日多分間に合わないでしょう。いいの持ってますけど多分大丈夫。本当にあの、そんなんこっちが操作するとき持ってなかったやんっていうやつですけどね。やっぱね、兵力に差があると、こうなるんですよね。兵力に差があると、モラルが多少、なんていうか、上回ってても、実際はこうなるんですよ。実際はこうなるんですよね。だから、まあやっぱ戦争で一番大事なのは兵力なんだなと思い知らされる瞬間ですよね。これが、4000対多分3000とか3500ぐらいだったらまた変わってくるんだと思うんですけど、まあ今回その特に何を、なんていうんですかね、工夫したわけでもなく、ただ力を押せるっていうことだけちょっとまあお見せしたかったんですけど、こんな感じ。まあスタンレー軍は結構きついけど、ファルス軍についたらめちゃくちゃ楽っていうことですね。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。